ビセンテフェレールは中世ヨーロッパの聖職者。カタルーニャ語はビセンファレー、フランス語はバンサンフェリエ。現在のスペインバレンシア出身で説教者としてヨーロッパ各地をめぐり演説で民衆を引きつけ奇跡を起こす人として人々から尊敬された。カトリック教会の聖人で記念日は4月5日。1350年、アラゴン元号王国を構成するバレンシア王国の 都市バレンシアで誕生。父、ギジェルモ・フェレールと母、コンスタンシア・ミゲルの間には3人の娘と3人の息子がいた。ギジェルモは交渉人であり、上流階級とのつながりがあったため、有力者に息子の大父となってもらって、洗礼を受けさせ、サント・トマス教区のサンタアナの恩恵を受けることができた。ビセンテが出生した当時、バレンシアは、 国死病の流行に苦しんでいた。聖職者を志1367年にドミニコ会へ入り、レリダで勉強していたが、1378年に、教会大分裂が始まると、アビニョン対立教皇クレメンス7世への側近、ペドロデルナに引き立てられ、司祭に、除海、アビニョン教皇庁の支持者となった。主に、バレンシアをはじめ、イベリア半島で民衆に、 アビニョン支持を呼びかけ、至るところで民衆から熱狂的な人気を博した。1399年には、活動をフランスなど、他の国々にも足を伸ばし、ペドロがクレメンス7世の後を継いで、対立強行ベネディクトゥス13世となると引き続き、アビニョンに仕えた。1403年に、彼がフランスと対立して、アビニョンを退去。 バレンシアのペニスコラへ移住しても立場を変えず、1412年にアラゴン王位を決める会議に弟のシャルトル会士ボニファシ・フェレールと共に出席、ベネディクトゥス13世の意向に沿い、フェルナンド1世の即位に尽力した。また、同教人、アルフォンソデ・ボルハを見出し将来の栄達を予言、彼の進路に大きな影響を与えた。しかし、教会大分裂を終わらせるべく、 コンスタンツ公会議がベネディクトゥス13世の範囲、教会の統一を図ると1416年にベネディクトゥス13世の指示を撤回した。同年にフェルナンド1世も指示を撤回したため翌1417年に両者から見放され孤立したベネディクトゥス13世は公会議から範囲宣言された。1418年に フランス北西部のブルターニュへ移動、民衆に大歓迎されながら、説教を続け、翌1419年に、バンヌで69歳で没した。死後の1455年に、教皇カリストス三世に選出された、アルフォンソ・デボル派により、劣勢された。フェレイルの説教は、人の心に強く訴えるのが特徴で、地獄の責めくを荒々しく語り、神に慈悲を願う時は優しく、 口調を使い分け、熱狂的な説教で、飢がペスト、社会不安に怯える聴衆を引きつけた。その人気は高く、ロバに乗って、布教へ向かう彼の後を支持者がついていき、1409年にバルセロナを訪問した時は3000人もの人々が徒歩でついていたという。1413年9月、フェレールが、マヨルカ島に招かれ布教した時に奇跡とされる。 現象がいくつか記録され、パルマデ・マヨルカでは3回目の説教で、雨が降り、日照りに苦しんでいた人々が喜んだ。続いて、バルデ・モーサでは豪雨に見舞われたが、フェレールが祈祷すると雲が晴れ、説教団に使っていたオリーブの木は聖遺物として崇められた。マヨルカ等で過ごした期間は、約半年だったが、1414 14年2月に、フェレールがアラゴンへ戻る際、市民、 三次会員、貴族など別れを惜しんだ人々が港に集まるほどの人望を得た。晩年のブルターニュ訪問でも民衆の人気や貴族からの尊敬は健在で、1456年にバンヌで遺体が埋葬されたが、ブルターニュ公国が徴税に求めた葬儀費用は大勢の庶民が進んで、工面、埋葬も見送ったほどであった。生涯に、 フランス、イングランド、スコットランド、アイルランド、イタリアなどを渡り歩き、説教はラテン語で書き、カタルーニャ語で話していた。カタルーニャ語は、ヨーロッパの他の言語と起源が同じで、外国でもある、程度民衆と意思の疎通は、可能だったとされ、フェレールは同行者が残した300編の説教記録で、人々に訴えたカタルーニャ語の表現の豊かさが、後世に伝えられたことにより、 カタルーニャ語文学における重要人物とみなされている。クルーラス、P13P14、アットウォーター、P83P84。クルーラス、P14P18、田沢、P178P180。ABC アットウォーター、P84。クルーラス、P18P19、P36。エチュベリー、P109、田沢、P183。 エチュベリー、P109、サンド、P194、P198、ザ沢、P176、P178、ジンマーマン、P88、P90。ありがとうございます。